ハウテレビがお届けします社長室101、今回は東京都中央区に来ております。今日は、皆様ご存知 あのご飯ですよの会社さん、そう株式会社桃屋さんにお邪魔するんですけれども、数々の、大ヒット商品を、今まで世に出していらっしゃいまして、例えばご飯ですよもそうですし、あとキムチの素、それから2009年には辛そうで辛くない少し辛いラー油というような、商品を、世に送り出していらっしゃいます。2020年に100周年を迎えられるということで、今日はその3代目でいらっしゃいます小出雄二社長に、商品開発の強み、それから理念、100年の歴史について伺っていきたいと思います。ご紹介します、小出社長です。今日はよろしくお願いいたします。創業家の経緯をちょっと聞かせていただいてもよろしいでしょうか。1920年に創業しまして、まあ、最初はあの出した商品と野菜のみりん漬け、と鯛味噌とかですね、あの伝武とか、大岡漬けとかってありまして、野菜のみりん漬けは当時アメリカが禁酒法だったんでね、なんかみりんが入ってるんで、まあ、アルコール入ってますから、それが売れたって話はちょっと聞きましたけどね。で創業の翌年に花らっきょうを出して、当時らっきょうと言いますと塩漬けのらっきょうしかなかったんですね、だからしょっ辛いあのらっきょうで、まあ、旦那さんがお酒のおつまみおつまみ食べるようなだったんですが、当社が、あの初めてその甘酢漬けを出しまして、それがまあお子様にも奥様にも好評で、それで全国的に花らっきょう、らっきょうがこう全国に広まりましたね、それはまあ桃屋っていうのはあの花らっきょうで、まあ一躍有名になったっていう。最初は海苔の佃煮ではなかったということなんですね。花らっきょうがやっぱり一番最初、あの業界初で甘酢漬けを出したということですね、実はその後そのフルーツ缶詰もやったんですね、フルーツ、ビワとかですね、それこそ桃、そういうフルーツ缶詰を出して、ボンクレには桃屋のフルーツ缶詰と言われるぐらい、結構当時ではまあ デパートとかですね、すごく売れてて、満州にも輸出してですね、トップの売り上げだったって聞きましたけどね。ですが、まあ、あの戦争でですね、アメリカに日本が負けましたですね、で創業者はやっぱりあのアメリカから安いフルーツ缶詰いっぱい入ってくるんじゃないかと、とてもかなわないだと、いうことで戦後もうフルーツ缶詰やめちゃったんですよね。当時トップの売り上げシェア誇ってました。潔くやめちゃった。で代わりにやっぱりアメリカとかその欧米の企業にはできないような日本独自の素材を、のものを作ろうってんで、海苔の佃煮をですね、江戸紫っていうブランドで出したんですね。なるほど。当時の海苔の佃煮っていうと合成の醤油とか合成の甘味料、サッカリンとかそういう、そういうものの海苔の佃煮しかなかったんですけど、当時弊社は初めてその本醸造の醤油とですね、砂糖であのいい海苔の佃煮を作って江戸紫で売りますと、本当にそれは大ヒットしました。まだ戦後そう物資とかがそんなに整ってないまだ時代ですよね。もう戦後間もないですね。フルーツ缶詰やめてそっちに日本独自のものを作って、それでまあ桃屋っていうものがこうまたらっきょうに続いてですね、あの広がったっていうことですね。さらに昭和40年代に入りますと、今度はあの2代目の社長で今の現名誉会長であります、があのザーサイとかですね、メンマといったあの中華類を発売しまして、現会長が子供の頃ザーサイを食べて、それは忘れられなくてそれを出したいと、いろいろ探してですね、いいあのものを探してそれをまあ調味加工してですね、で発売したところそれも大ヒットして、らっきょう海苔の佃煮についてこういきなり中華のね、なるほどそういうカテゴリーに、それのあとはご飯ですよ出したんですね。なるほど。そこでご飯ですよが生まれるんですね。そうなんですよ。それは江戸紫が、要するに江戸紫っていうとやっぱり江戸ですからね、どうしても関東中心になって
で、あの板のりを使って、はい、割と醤油の辛口の固形感の強い、はい、どっしりした佃煮だったんですけど、はい、それをやっぱりもっと広く、あの食べやすいお子様でもね食べやすい、しかも、はい、あの関西の方とか西の方の人にも馴染みやすい、はい、あのとろりとした食感のね、それまで板のりだったんですけど、はい、今度は生のりを使いましてね、なるほど、青さのりの生のりを使いまして、それでとろりと仕上げて、それがやってご飯ですね。ユニークなお名前ですよね、これどなたが付けたんですか。今玄会長はですね、名前何ですかって考えた時、はい、食事の時にね家の誰かご飯ですよって言って、あこれいいやってそれつけちゃってね、それはまあ大ヒットして、コマーシャルもね、はい、あの三木のりえさんのコマーシャルずっと流してね、それでだいぶ広まったっていうの。でその後昭和50年代に入りまして、今度はキムチですね、キムチの素、昭和50年代って言うとキムチっていうのはほとんど売られてなかったですよね、はい、売られてなくて、なんでキムチの素を発売し開発したかっていうと、やっぱり名誉会長がですね、はい、アメリカにあの流通の視察に行った時に、スーパーにいっぱいキムチが売られてたんですね、はいはい、なんでキムチがアメリカで売られてるんだと。確かに、それあの朝鮮戦争ありましたですね、はい、その時に兵隊があの朝鮮戦争の時にキムチを食べて美味しいって言うんで、でみんな味を覚えて、それでアメリカでも売れてると。なるほど、売られるようになって、でまあ会長がアメリカでもキムチ食うんだったら日本人も食うだろうって言うんで、それでキムチの素をですね発売したんですね。まだキムチっていうものはそれ売れてない。キムチ自体は売られてなかった。それで売られてなかったですね。それがキムチっていうことを広めたのがキムチの素が大きいと思いますね。でそれもやっぱり大ヒットしまして、はい、その後はまあ五目寿司の種ですね、あの寿司の種、はい、ご飯に混ぜて五目寿司って、あれも業界初だったんですけどね。近年で言うとあの辛そうで辛くないラー油ですね、はい、食べるラー油ブームを引き起こしました、はい、かなりラー油ブーム、当時メディアでも結構取り上げられてます、今でもよく売れてますよね、はい、でその後は刻み生姜ニンニクって、これもすごく今ヒットしてるんですけど、その食べる調味料シリーズとかね、はい、その後生七味唐辛子とかですね、そういったその食べる調味料カテゴリー、今はそれがこうということで、まあ業界初でですね、商品を開発して世の中に出してきたということが、はい、歴史としてありまして、で桃屋っていう会社のカテゴリーを作ってきた、はい、そういう歴史がありますよね。でやっぱり、まあ、創業者、それから2代目の今の現名誉会長の考え方としては、人真似しないって自分が独自のものを作るんだと、他のメーカーが簡単に作れるようなものは作らないと、うちだけが作れる、はい、そういうものを、しかも家庭では簡単にできない、そういったものを開発して、それまあ商品のカテゴリーになってきたっていう、そういう歴史がありますね。なるほど、